アルカリとは一般に水に溶解して塩基性を示し酸と中和する物質の総称。典型的なものにはアルカリ金属またはアルカリドルイ金属の水酸化物があり、これらに限定してアルカリと呼ぶことが多い。これらは水に溶解すると水酸化物イオンを生じ、アレニウスの定義による酸と塩基の塩基に相当する。一方でアルカリをより広い。 塩基の意味で用いることもある。アラビア語、アルコリー、アルリーに由来し、元来は植物の灰を意味する。ジャービルイブンイコールハイヤーンの命名による、これらを水に溶かした際に示す性質がアルカリという概念の始まりである。なお植物灰の主成分は炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどであり、アルカリ性を示すが、競技のアルカリではない。 ブレンステッドとローリーによる酸と塩基の定義以降、一般にはアルカリ金属及びアルカリドルイ金属の水酸化物など、水に溶解すると水酸化物イオンを生じる物質を限定してアルカリと呼び、これらはアレニウスの定義による塩基に相当する。他にテトラアルキルアンモニウムの水酸化物などもこのアルカリにあたり、化学式は一般に MN と表される。 またこれらの水溶液をアルカリと呼ぶこともある。特に塩基解離定数がほぼ PKB0 で水酸化物イオンを定量的に生成するものを強アルカリまたは強塩基と呼ぶ。水溶液に関しては PH7 より大きい塩基性のことをアルカリ性とも言う。農学では土壌に関しておおむね PH7.3 以上の場合をアルカリ性と言う。 また水に溶かした場合に弱塩基性を示すアンモニアやアミン、あるいはアルカリ金属の炭酸塩やリン酸塩などをアルカリに含めることもある。これらはそれ自体が水酸化物イオンを生じるわけではなく、その意味ではアルカリではないが、水分子からプロトンを奪うため結果的に水酸化物イオンを生じる。これらはブレンステッドローリーの定義による塩基に含まれる。このほか、アルカリを ブレンステクトローリーの定義による塩基の同義語として、広く用いることもあるが、蒸気の性質を示さない塩基が多い。例えばアルカロイドや、核酸の構成成分である塩基は、強酸とは塩を形成するが、水溶液で塩基性を示さない。さらに、アルカリ金属、アルカリド類金属の酸化物は水に入れると、反応し水酸化物つまりアルカリを形成する。これら自体は、 基本的にはアルカリではないが、アルカリと呼ぶこともある。岩石学では蘇生として酸化ナトリウム、酸化カリウムを多く含む、火星岩をアルカリ岩と分類する。アルカリは中濃度の水溶液では、pH10 以上となる。高濃度水溶液は腐食性があり、また脂肪を喧嘩し、タンパク質を変性させさらに加水分解する。アルカリ水溶液は触れるとヌルヌルした感触があるが、 これは、皮膚の脂肪の喧嘩などによる、低濃度では一般に苦味を呈する。一般には水に溶解するが、アルカリド類金属水酸化物には、溶解度の低いものもあり、これらは、アルカリ金属水酸化物ほど強いアルカリとはならない。サイデリーナロスマーイネス日本において、アルカリという言葉の使用が、文献上確認できる最古の例は、江戸時代後期の、 構成新辺という蘭学書である。より詳しくは、アルカリの語がアジカリジオと翻訳された。構成新辺は、大月玄太ら当時の蘭学者が、リクスヨネア・オコナミックというフランス語の百科事典を、そのオランダ語訳版から重役したものである。フランス語のアルカリや、英語のアルカリなどは、直接的には中世ラテン語のアルカリに由来する語彙である。中世後期のヨーロッパキリスト教圏は、 中東、北、アフリカやイベリア半島などのイスラーム教圏から多くのアラビア語で記述された錬金術関連文献をラテン語に翻訳した。中世ラテン語のアルカリという語はアラビア語のあるクワイリーというものの翻訳である。あるクワイリーのうちアルマイナスはアラビア語の定冠詞である。クワイリーはキーラ、クワイルホはあるいはシャブアル、ユスファー、シャブアルアサキファとも呼ばれ。 ヤーグートやファフレティーン・ラーズイによるとこれは医療の選択に使えるものであり、イブンバイタールやイブンクタイバなどの本草学や医術に詳しい学者によれば、これはレプラなどの皮膚病や切り傷、サソリの毒に効くものであるとされる。マスウティーによると、これを砂と酸化マグネシウムに混ぜて溶かしたものがガラスの主原料であるという。このクワイリーは、 アルカリ性植物を焼いた残りの灰から生成する、ジオやソーダ灰を刺す言葉と考えられている。クワイリの子はさらに、そうした草木灰そのものや、そのアクシルをも指す言葉としても混同して、使用されるようになった。なお、中世イスラーム圏の科学においては、炭酸カリウムと炭酸カルシウムとの区別はついていない。クワイリーを取るのによく使われる草は、 ライムットエイチというハフシロン族の草や、ホムドというチェナポディアム族の草であった。アブーハニーハディーナワリーは、最も良質なくワイリーを得られる草は、ソメヤのノキリーと呼ばれる草であると記している。ヨルダンのアンマンあたりの砂漠に生える、ソメヤのノキリーは、非常に古い時代からここに住む人々に利用されており、10世紀の医者、タミーミーによると、ソメヤのノキリーから製造した。 アンマンの洗剤はパレスチナやエジプトなどへの輸出品であった。ありがとうございます。